タイの地方行政。この項目では、タイの地方行政について記述する。現在の行政区分は、ラーマ5世の着利改革の一環として整備された。広域行政単位として、チャンワット、県が設置され、その下に、アムプー、郡、末端行政単位としてタムボン、さらにその下にムーバーン、村が設置されている。なお、バンコクは、チャンワットではなく、 首都府であるため特殊な行政区分を有している。バンコク、時計と、ククーエーン、ナオチャンワット及び、以下の地方行政区分は内務省の会組織であり、知事は内務省からの派遣である。その会組織も知事の任命であるため、自治体に指定された地域を除いて自治は行われいない。以下の自治体は人口密度と人口が多い地域によって以下に、 与えられるステータスで内務省から独立した行政体である。またバンコク及びパタヤを特別し、パタヤも個別の法律によって特殊な地位を与えられた自治体である。現在あるチャンワットはアユタヤ王朝時代以降にアユタヤ王朝の属国であったり、アユタヤ王朝の政府が派遣する管理によって収められた国が元になっている。これらの地方の特色として、 無安と呼ばれる首都があってその周りに衛生都市や農村などが存在しており、無安とその勢力の及ぶ地域を、アユタや王朝政府から独立した財政基盤の元を納めていくことが挙げられる。これは、無安という言葉自体は、城壁都市を指す言葉であるが同時にその勢力範囲を指す言葉、つまり国としても使われていることからも伺える。また、財政基盤が独立しており、 中央政府には徴候するのみであったから、ムアンの独立性は高く、アユタヤの王の地方における権限は、戦時中を除き非常に低かった。この傾向は、チャクリー王朝に入っても続き、ムアンが独立した行政体であることが、中央政府のムアンに対する勢力が完全に維持できないという状況が生まれた。特に、イギリス、フランスが、 インドシナ地域の植民地化を進めた19世紀には、この状況は、大の領土損失につながりかねない可能性を秘めていた。19世紀後半のチャクリー君主、ラーマ5世、シュラーロンコーンはこの状況を改善し、植民地化を避けるために、チャクリー改革と呼ばれる、中央集権化を行った。チャクリー改革において、ラーマ5世は、劇的な地方行政改革を行った。 1892年にはまず省庁の大幅な再編成が行われている。ラーマ5世の異母兄弟であり、地方行政改革の立役者である、ダムロン親王この大編成まで北部省、マハート隊に就任していたが1894年には、南部省、クラホームが廃止されたことにより、北部省が内務省に格上げされ、ダムロンも地方行政の最高責任者となった。 ダムロンは1893年、モントン制の整備を開始。モントンとは省、あるいは州と訳される。モントンは内務省の下にある行政区分で、モントンには、モントン町、テイサピバーンが置かれ、中央政府により派遣された省庁が置かれた。この地方のモントン化は徐々に行われ、モントン制が正式に取り決められたのは1897年のことであるが、 ダムロンはそれまでにモントンの下の行政区分の整備も行っている。前述のムアンはモントンの下の行政区分として位置づけられ、その下に現在まで続くアムプー、軍、タムボン、チョウ、ムーバーン、村が置かれた。この中央集権下の過程において一部では、反独立のステータスを保持していた地方のムアンにおける独立運動も勃発した。独立運動で有名な場所として、 南部のパタニ王国やナコオンラーチャシーマ県、イーサーンの自称王による王国の樹立、北部のパヤオ王国の反発などである。これらは後の地帯からの分離特立を主張するようになった地域であり、北部及びイーサーンでは大国共産党の勢力の浸透が見られ、現在鎮静化、旧パタニ王国地域である、新南部三県では20世紀末期にイスラム原理主義思想が流入し、 21世紀に入っても武力衝突が続く結果になっている。1916年以降はムアンにおける領域と県庁所在地の違いを明確にするために、ダムロンはムアンの領域全体に対してはチャンワット県県庁所在地はアムプーであったことからアムプームアンいう位置づけが行われた。1915年ダムロンはラウマクセイ、バチラウッとの不仲により、 正解を引退する。一方で、地方政治の全権を掌握したワチラーウッドはパーク、地方の概念を提示した。パークは、複数のモントンを抱える地域で、大国内で4カ所、北部地方、中部地方、南部地方、イーサーン地方を設けられた。パークには、ワチラーウッドから任命された副王ウッパラートあるいはが派遣され、行政を行った。しかし、 世界強行と無計画な財政政策により財政難に陥っていた大政府は1925年にパークを解体した。この時同じく財政難からいくつかの門ン,ンも融合されている。1932年の立憲革命の後、新政府は慢性的な財政難の改善のため門ン,ンを解体する。これが現在ある地方行政である。後に、 第二次世界大戦中には、領土回復運動が行われ、返還された、奪い取った領土に、いくつかのチャンワットが新設されたが、戦後の領土返還により再び喪失している。20世紀後半には、人口の増加や、経済活動の拡大に伴い、既存のチャンワットだけでは対応できない場合も増えてきた、ため、チャンワットを新設するということが行われた。最近に新設された、 チャンワットとして、サケオ県、ノーンブワラムプ県、アムナートチャルーン県、いずれも1993年新設、文化案県、2010年新設がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。